はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー5ピクセルリマスター、前回フォークタワークリアしてですね、ここにカタパルトが現れましたので入っていきます。で、地下カタパルト強襲区からセーブポイントは無視して、で、どこ行くだっけ。とりあえず居住区へ行こう。眠る必要はなくて、こっちにはいなくて、こっちも何もなくて、降りるのか。じゃあ普通に、あ、いた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 、こいつずっとどんだけ回ってたんだ。おじいちゃん大丈夫ってこと、最近引っかかったんだな。新技術が載っていた、飛空艇を潜水可能にできる。行くぞ。ミドどこにいたんだ。でもこいつらここで暮らしてたんだよね多分。食料とかどうなってんだろう。寝床は全然あるからいいと思うけど、問題は食料だよね。水と食料。口説きに来たか。もうすぐ頑張ってんって、サボってんじゃねえかよ。自分がこうなってしまったのは自分の技術のせいと思っている。それはうぬぼれだ。たった一人のジジイの力で世界が変わるわけない。完成した。お前がサボってる間にな、ミド。で、海の中に行けるようになりましたと。剣は持てない。できることといえばメカの改造しかない。すまんな、給料は出してやれん。今ちょっと金不足なんだよ。海の下にも行ける。海の底に眠る石板。おじいちゃんを大切に。で、海の底に行ったら取りたいものがあって、ウォルスのクリスタルですね。水のクリスタルを取ったときに一つクリスタルのかけらが取れなかったのがあるんで、それを回収しに行きたいんだけど、それがどこにあるっけ。まあ、とりあえず潜ろう。で、こっから下で、地下には、あ、あった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 、もうすぐあったわ。あれ大丈夫、ちょっと待ってね。アビリティ的に銭投げと召喚と銭投げがあればなんとかなるでしょ。制限時間付きなんで、息継ぎしないでいられるのはせいぜい7分とか、すごいよね。まあ、この世界の住人にとってはそれくらいが普通なのか。で、どんどん下に降りていけばいいはずなんだけど、で、はてなはてなはてなって、召喚シルドラで、ここは逃げながら、逃げられれば逃げる、時間の無駄だから。だシルドラが無駄になった。ってことは銭投げで行った方が良さそうだな。先駆けの銭投げがあるとやっぱり楽なんだろうけど、ちょっと今マサンネを装備できる奴がいないんだよね。こいつだとすげえ簡単に逃げられるんだけど。で、左に宝箱があって、あの宝箱を開けると息継ぎが伸びるんだよね。息継ぎが伸びるんだけど、まあまだいいや。めちゃくちゃ逃げやすいんだけど、なんで
忍者がいるからかな。素早さが高い方が逃げやすいのかな。ちょっとそこら辺のシステムがよくわかんないけど、よくわかんないけど逃げよう。先駆け煙玉とかでもいいんだよね。よし、これでクリスタルのかけら、やっと手に入れた大きな力、誰にも渡しません。おとなしく下がりなしゃーい。いいえ。あ、これさ、戦う前にオートセーブされてるよね。で、一応じゃあ見ておこうっていうことで、やることを真似するよと。戦うには戦う、魔法には魔法、私のすることを真似すれば必ず勝てる。少ない。これ当たらないと意味ないのかな。狙う990。そんなに強くない。めちゃくちゃ強いのかと思ったらそんなに強くなかったわ。銭投げは9999。そうで、せっかくだ、フレアの力見せてやる。3000。ホーリー、やるな。相反するもので反撃してきたが、銭投げ1200。クリティカル。なんでバッツそんなに食らわないの。超謎。なんか投げる、雷神でも投げる。600。これ戦う扱いなんだっていう感じです。まあ普通に戦うと強いって。倒せんの。ちょっと倒したことはないんだけど。でこっからだよね。よしよしよし。ああ下がってしまった。これ防御とかってさ、してる必要あんのかな。こいつなんでここにいるんだろうね、海の中に。あともうこれでいいんじゃない。防御をする、ただそれだけ。 FF4 のパラディン戦思い出すな。パラディン戦っていうか、パラディンになる時の暗黒騎士。こいつら息継ぎしないでずっと耐えてんのか。それも辛いよな。これどれくらい待ってばいいの。刻一刻と時間が減っていく。動きがないからさ、大して喋ることがないんだけど。え、長くない？普通に動かないでいるのが正解なの。防御とかじゃなくて。こいつは何してんだ。我慢比べだな。どっちが先に動くか。参った。私が何もしないのだからそれを真似する。何もしなければよい。モノマネの極意。大した極意じゃねえよな。でこいつ自体はどうなの。さらばじゃって言ってることはただどっか行っちゃってるってだけか。あ、デジョン。そうだ、そんなんだったな。勇者の心。モノマネし、で帰る。これテレポで出られるっけ。特になんかアイテムとかあるわけじゃないんで出られるわ。息継ぎの宝箱取る必要ない。じゃあ上に上がろう。でそっからちょっとレベル8の魔法買いに行こう。蜃気楼の町へ行きます。蜃気楼の町でレベル8じゃねえ、レベル6か、レベル6の魔法が売ってるんで。黒チョコボ、こいつずっとここにいるな。まあすぐ使うけどね。もう黒チョコボはちょっと敵だし。全員投げ。
で、レベル6の魔法を買ったらさらに金がなくなるような。金不足だ。また普通の敵かよ。いけ、シルドラ。そしたらフェニックスの塔に挑みたいんですよ。さあ、町に入れん。光のローブ、なんかいいんだか悪いんだか。げっ、マジで入れない。ってか先制攻撃忍者がいるからか、すげえ高いな。こんなに違ったっけ。そもそも入れない。え、別にうろついてれば入れるよね。なぜだ。金だけが減っていく。金がないんだよ。15万。あ、入れた。で、魔法屋さんはこっち、ここの魔法屋さんの他にここから入れるんだよ。で、アレイズ、デスペル、デスとかいる？まあいいや、買おう。アスペルもいらなくないか、聞くでしょ。くっ、10万を切ってしまった。やばいな、これ。本当にやばい。金が。で、黒チョコボ乗って、今度こそ、フェニックスのトレイコってか。遅い。デブだからか、この黒チョコボ。デブ黒チョコボ。まあ、フェニックスが欲しいわけではないんだけど、マジックポットがいるんで、そこでちょっとアビリティをね、結構稼いでおきたい。今のうちに。てか、フェニックスの塔とか、いつ出てきた？第3世界になって初めて出てきたよね。第1も第2も別にどっかにあっていけなかったってわけじゃないから。さあ、ここの敵ランドクローラー、サンダーストーン。スポーツ3000でしょ、狙う。で、銭投げ。これはもうシルドラでいこう。700強い。ケアルガを常に貼っとこう。これだな。ケアルガ自体は無駄になるかもしれないけど、速い、やっぱりめっちゃ速い。ゼニ投げも3000くらいかな。ミルストームはマジでこれ卑怯だよね。本当にヒットポイント1桁とか弱。ケアルガはまあまあまあいい回復量するよ、今のうちだったら。ヒットポイント1000ちょっとしかないけど、これクリアレベルだとヒットポイントどれくらいいくっけ。で、7。で、入っていきましょう。フェニックスの塔1階。どこだ。で、ここの敵って結構いいの、なんか盗めんだよね。やばい。いや、ゼニ投げも大して効かねえ。どこだ。壁調べるとか言ってなかったっけ。え、やっぱここ。あ、いきなり変なってきた。クーザーとか風魔手裏剣投げるか。風魔手裏剣も結局金で買ってるからな。クリティカルの割には弱いな。エクスカリパー投げるとちなみに強いんだよね。風魔手裏剣4800。車フレア見よ。クイック。あ、倒した。単品火力だったらフレアで攻めるか。こいつ5か。まあまあだな。で、2回。で、あとはひたすら登っていく感じなんで、で、なければ調べる。で、シルドラからの
ドラからの全投げはもうさすがにもったいないから正攻法でいこう。狙う強魔法何がいいんだろう。バイオってさ弱っ。やばい、パリスのマジックパワーがなくなってる。で白魔法じゃなくて黒魔法がレベル5か。今度は何だ。バンデルクアール、クアールなの。危険じゃないかクアールは。で黒魔法フレアシールドラ戦う。でそう考えるとシルドラ強いな。フレアで3000でシルドラも3000だからね。全体に3000は強いか。かなりうるせえで回復価値と決して早く落ちていく。でエーテルちょっとそれなりに買ったかな。で5回、で5回ごとにこの壺が置いてあるはずで、ちょっと待ってね。何したいのかっていうとクルルでいいか。クルルをモノマネ師にして、でモノマネ師はもうモノマネとあと何もアビリティ持ってないんで、それに対して3つつけられる。で装備可能ならスピンと同じで全部装備できる。とりあえずちょこまか動くか。で別にアイテムを盗むのは意味ないんで、とりあえずこれディアで調べる。モンスターが現れる。でマジックポットそからのエリクサーをあげる。わーいわーい。あ、一発で逃げてった。エリクサーちょうだいって言ってくるんだよね。で100持ってるんでかなり美味しい。でフェニックス何も入ってない。一発で消えてくれる時もあるけど、一発で消えてくんない時もあるんで、てかしまった、黒魔同士じゃなくてレナ赤魔同士にすればよかった。いやクルルちょっとモノマネしていくか。でモノマネできるんだったらモノマネでなんかやりたいよな。ちょっと盗賊の答えを装備させて、アビリティは盗むと居合抜きとかいいんじゃないか。全然使ったことないけどね。あ、そう、マスターしたやつを引き継ぐんで能力をダッシュとかできるね。でちょっと待ってね、盗むだけ盗んでみよう。600か、結構食らうな。盗む、でも死ぬ。レインボードレス、なんだかわかんねえ。良さそうなものではある。クリア一発で倒せんじゃん。いや倒せなかったか。狙う500、弱い。時空コメント600、盗む。いややばいやばいやばい、パリスが死ぬ。赤い靴なかなかいいじゃないか。フレア時空コメント。あれ、なんで乱れ打ちが出た。ハヤテの弓って乱れ打ちが出ることがあるの。多分そうだな、きっと。それは知らなかった。で8回かまだ30回まであるはずなん でたまにボスが出てくるんだな壁から。コメントシルドラにしたかった。でちょっと嫌に抜きやろう。また乱れ打ちか。ミスってるし。紅葉が怪しい踊り。寝た。そう、単体火力フレア。あれ、居合抜き発動した。じゃ止まってね、くる。あ、居合抜きした。これやばい。
俺やるものがないもん。居合抜きで倒すしかない。居合抜きってあれか、ためっていうか栄翔じゃないけど、そういうのがあるんだな。アリス、ちょっと待って、今金の借りてで毒消し、オッケー。なんか今度変な狙う。ちょっと召喚シルドラ黒魔法をフレアのモノマネ、これでいいんじゃないか。モノマネ値がどれだけ魔力高いかだよね。ただでできるんで比べてみよう。フレア弱い、半分くらいだ。波動砲、オッケー、強い。倒した。今もこのレナとファレスが最大のアタッカーだな。しかもうるさいし毎回。金金金くれ、やった1万ギル。マジで金が必要今。これをさらにモノマネすればいいんだよ。モノマネ寝てるし、ざけんな。小さなメール、もう一回シルドラ使おう。結局シルドラ2回使う羽目になるよ。で、うちの子ですか。で、なんでその入れてるかっていうと、エリクサ1個で解決しない恐れがある。そうそう、大丈夫か。で、その時にモノマネしてエリクサを与えるっていう、そうすればエリクサを消耗しないんで。待って待って待って、レナいつも忘れんな。 もったいない。200も無駄にしてるよ。まあ、無駄にはなってないけど、結局クロマトシもマスターしたいからね、魔力のために。で、金モノマネ、モノマネ、ちょっと遅くねえか、モノマネ。これ金減ってないよね、さすがに。で、14回ごとになんか出てくるのかな、勘だけど。でシルドラやって、こいつは結構うぜえな、何気に。いや本当にちょっとワンテンポ遅い気がする、モノマネ。どうモノマネるか見物してんのかな。弱、圧倒的に魔力が違いすぎる。これがやはり術師とそうでない者との差か、顕著に出てるな。またクーザーか。で、そうするとシルドラのハテナハテナハテナ使ってくるのか、ちょっとやばいね。サンダーストームで3000、一応狙ってちょっと一回取っといて、フレアのモノマネの召喚、これやっぱり早い、サンダーストームの方が早かった。1万くらいだな多分パワー。てかファリスのマジックはまたヤバくなってきた。金持ってないのか、金持ってないのは結構痛いな。エーテルを使おう。で、ちょっと金ガーで、エリクサー、消えよ。
あ、これも確実に逃走してくれるようになったかな、多分多分だよ。で、最大の目的は俺はあのバッツ乱れ打ちを覚えさせたいんだよ。1万5000円買った、金がすげえある。とはいえまだ100万ちょっとか、減ってることには変わりない。また金投げるかな、全投げ。物はね、よし、節約。で、17回か。もう200くらい入るじゃん、アビリティポイント。そうするとバッツいけんな。まあ、1個くらいは。マスターできるかな、1ジョブくらいは。モノマネ。遅い。サンダーストーム。こっちのシルドラは弱いからな。だったら全投げした方が安定はする。マリットが依存されてるわけではないんで。てか強い、クルルヒットポイントめちゃくちゃあるんだけど、なんかマスターしてるからか。で、19回だけ、ここ多分敵出るよね。またこいつか、ガンブラスター。死ぬことはないか、ブラスターは。あ、じゃあサンダーストームとフレアでなんとかするか。フレア覚えてるのはかなりいいな、火力が高い。金の髪飾りをつけてこれだからね。金の髪飾りがなかったら相当やばかったな、マジックパー的に。毎回うるさいっていう。ヒットポイント全く減ってないんだけど。じゃあエーテルで100はちょっと保っておこう。でもどっちかどっちもいいや。2万ギル、5000ずつ増えてくる。レナ、まあ、せっかくだからマスターまで持ってくか、黒魔導士で。そうしたら本当にクルルのモノマネが意味なかったかもしれないけど、まあ、かといってこれをマスターさせたいなっていうのが今のところあんまないからな。あ、もう大丈夫だ。一発で逃走するわ、これあげれば。で、バッツがあと30か、2人もあと100ちょいだな。ってことはちょっと普通に戦ってた方がいいかもしれないな。せっかく100もらえるんだから最後ね。25回が最後のはず。シルドラからの、全員投げいけ、もう待ってらんないこの真似を。エルメスの靴、マジか。結構いいの手に入ったな。ゲッ、なんか変わってんだけど。シルドラ効く？サンダーストーン。サンダー効くな。てかフレアってさ、属性ないからいけそうじゃね？全員投げよう。5000とか強っ。こいつは金に弱かったか。上がってたけど、だってこれであと20とかでしょ、それもったいないわ。でもあと97だったらまあ多少はね。あれ、23回であれか、22で敵が出てきたのか。あれ、24でもう一回敵出てくる、出てくるわ。このクーザーか、シルドラ、いつも分かんだな。シルドラフレア銭投げ、ワンターン切る用のコンボ、銭投げ。モノマネしよう、これは。ちょ、バトラー使って間違い散ったよ。ワンターン切るコンボとか言ってたのに。サンダーストーム、こいつのサンダーストームマジ弱えかんな。強気62、まあまあだな。これはさすがにもう倒せるでしょ。
一応予備として狙っておくけど、結構389か、バッタ変えようで、レナー、あー、まあまあ100近くあるか、でもクルル変えとくじゃあ、もう多少あれになってもしょうがないか、バサカにはしてないのかこいつ、カリュー、あ、魔法剣士、魔法剣士にしよう、特になんもないけど400か、結構だな。でクルルは文句にしよう、なんとなく育ってるから、育ってね、100だ、次、え、なんか育ってんのある、魔獣使いが若干育ってる、忍者か、結局忍者、まあ、二刀流があるから強いんだよね、モノマネしてもね、やっとくか、ちょ、せっかくだし、モノマネしはモノマネしで結構辛いからな、マスターさせんの、あ、最悪トンズラっていうのもありだよね、トンズラ、チョコマか動く、チョコマか動くか、意味ないのか、多分煙玉とトンズラとかさ全然関係なくないっていう、でエリクサを消えるね、もうこれ確実に消えるわ1回で、でレナとファリスがマスターと、ケイビスキラーじゃねえかいきなり変なもん手に入れた、あ、エイビスに有効な弓はどうなの、でちょっともう一回カリウドに戻そう、あともうちょいだから、で全員投げて、エイビスキラーになってる、おお、25000、金はいいね、いいね、この塔に来てプラスにはなったな、でようやく26回、シルドラ、ここそういえばなんかさ、やべ、死ぬ、なんとかしろ、サンダーストーブで、ここの敵なんか女の子キャラしかいないよね、この魔物を女の子と呼んでいいのか分かんないけど、なんか名前も意味ありそうだよね、意味ありげな名前、ちょーいマスターしたまんまになった、これこそ一番の無駄だよね、白黒はもうどっちか外したくないんだけどな、まあでもホーリー手に入れたから火力はなんとかなるか、白魔法つけとけば最悪で、金の神飾りはマジで必須からの、こいつどうしようかな、まあいいか、守りで全員後ろにいるからね、27回ようやく近づいてきた、もう1体くらいマジックポットいるとね、すげえありがたいんだけど、ガーなくなってる、金投げ、決死のルール、やだ、死んでしまった、レイズしまった、レイズがモノマネになってしまう、このままだとアイテムすら使えないから回復ができないんだけど、トンズラしよう、もったいねえけど、え、ミス、逃げられねえか、ラム召喚士の魔力なめんなよ、シルダロと大して変わんねえし、しまった、またこっちのルールと使ってもらうか、かわいそうに、もう何も使えん、チョコボキモノマネよ、チョコボキ372、こ
こいつもっと弱そう。284で、じゃあこれもうそのままホーリーだな。あ、ホーリーでも10で使えるんだ。てか20だな、普通だったら。2500、まあまあまあ全然悪くないわ。ただし割と満身創痍。だからパリッツさんもうあれがないんだよ。エーテル1個で20か、まあまあまあだな。でまたこいつか、超キックじゃねえよ。まあいいだろ、慈悲だ。370とか、ギャー、死んだ今度は。蘇らせる余裕がないんだけどな、ピンチの D は。で全員投げやったら全員投げしよう。6900、またゼニ投げが猛威を振るってきたな。よくわかんないけど、結構あともうちょっとバッツってかハリス、どうしよう。ハリスも赤魔同士か、もうみんな赤魔同士にしても、赤魔同士自体がマジで弱えがんな。まあまあ近い、青魔同士をマスターさせちゃおう。で召喚でサークレットはさすがにやらなきゃ、金の組み方でで一応エルメスつけておくか。青魔同士がどれだけ魔力高いかだよね。で29回でまたいるのか。無駄よ、無駄無駄。ほまほま大して覚えてねえからな。シルドラやってみよう。で、ゼニ投げをやっぱりモノマネるのが一番効率いいな。2000か、やっぱりちょっと減ってるな。これで乱れ打ちマスターで、あとマスターさせたいのは魔法剣士もマスターさせたいんだけどな。ただ魔法剣士騎士剣が装備できないんで、そこなんだよね。一応乱れ打ち装備させるけど、ダンシング、そう騎士剣が装備できないから結局弱っ。エクスカリパーはちょっと問題外だから、やばい、火力が全く出ない。じゃあ普通に乱れ打ちじゃなくてさ、剣装備にさせてさ、エクスカリバー装備させた方がいいよね。エクスカリバーマジで攻撃力高い。ディフェンダーも騎士剣か。ここら辺ほとんど騎士剣じゃねえかよ、強いやつ。でクリスタルヘルムはクリスタルヘルムでいいよな。なんか特段茨の冠って何、防御力がめちゃくちゃ上がるけど魔力が下がる。魔力はどうでもいいか。で黒装束、なんか魔法剣士ちょっと装備できるのが半端だな。で前に出さないといけないか、火力を高めるために。さあそしてこいつはよくここまで来たな、飛竜。レナを助けてくれた飛竜。階段にいるレナ、レナの役に立ちたい。飛竜ってさ、それ飛竜に名前つけてないんだね。なんとかちゃんみたいな名前すらつけてもらえない、かわいそうだな。全く愛着がないんだな、飛竜に対して。おお、すごい。最終的に飛竜死んでも酷使するからな。長老の森で私を助けてくれた時、お母様はもう助からない。手を尽くした。飛竜の舌を飲む。飛竜の舌って何？そんなすげえの？ナイフ。
私が行きます。その子を殺せばヒリは全滅する。え？しかもこれなんで俺が選ぶの？飛竜がフェニックスとなり、その力、その心をレナに委った。なんかないの？なんもない。じゃあ時空使えるやついねえし、そういえば。さすがにここはもう歩いて帰れないでしょ。めんどくさすぎて。テレポ。はい、というところで、まあ、だいぶやっぱりアビリティポイントの稼ぎにはなったんで、まあ、バッツもね、乱れ打ちを覚えて、クルルもものまねし、半分以上溜まってるんで、550くらいは安定して貯められるっていう感じかな。だから、まあ、カリウドのね、乱れ打ちが405、プラス、まあ、ちょいちょいってところなんで、まあ、カリウドの乱れ打ちを覚えるために、まあ、ここをクリアするのはいいかもしれないですね。レナの999とか仲間同士はちょっとさすがにこれも半分くらいしかたまんないんでなかなかきついところはありますけど、まあかなり稼ぎにはなるところなんで、まあエリクサーは1個上げればもう 100% 逃走するっぽいんで、まあ無駄になることもないから、まあなかなか良かったと思います。というところで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。最近ツイッター更新してないけど